はい、はいどうもちょぶりです。ということで今日はですねチャンピオンズリーグ週間 f p 当たり選手ランキングやっ すてなわけで今週はですね、リーグ戦とチャンピオンズリーグの週間 FP が2つ登場しましたってことで、まずはですね、このチャンピオンズリーグの週間 FP からやっていきたいと思います。まあ、なんでこっちを先にやるかっていうと、結論から言っちゃうと、このリーグの週間 FP よりも、このチャンピオンズリーグの週間の方が熱いからですね、僕的には今のところに低くならこっちの方がいいんじゃないかなと思ってます。一応他にもね、これメキシコリーグのね、ガチャとか J リーグのガチャも来ておりますということで、これもね、チェックしていただけるといいんじゃないかなと思います。てなわけで今回はこちら POTW ーロピピアンンンクラブチャンピオンシップというここととで CL からねね週間ヒピのが来ててておりまますすメンツ見ていくとこんなな感じになってます、ね、いや、結構メンツ熱くないですかデブライデがいて、ペドリがいて、オシムヘンいて、マルキロス、ブライムディアス、ルイス・アルベルトもいますということで、いや、かなりメンツいいんじゃないかなと思うんですけれども、ブースターはね、デブライルとブライムディアスとルイス・アルベルトについております、まあ。僕的に今回のガチャね、ちょうど半分ぐらいが当たりかなって思ってるんで、特に1位の選手がマジでぶっ壊れているということで、ガチャの総評から言うと、このチャンピオンズリーガチャ僕はね、聞いていいんじゃないかなと思います。 まあ、トップ5ねだいぶ当たりかなと思うんですけれども特に1位がねめちゃくちゃマジで強くてもうホに正直エピックビッグタイムレベルで強いんでこのガチャはね、まあ、無課金ン美ガキンの方まで、ね、コインある方は引く価値あるんじゃないかなと思いますねブースターとかねノーロックスについても徹底解説していきたいと思いますのでよかったら最後まで見ていってくださいってことで早速ね今週のチャンピオンズリーグ週間日当たり選手ランキングベスト5ということでやっていきましょう はい、ということで、まず5位はこちら、マルキーニョスですね、5位に選ばせていただきました、パリ・サンジェルマンから登場ということで、まあ、安定のね、マルキーニョスは強さかなと思います。身長は183センチっていうことで、まあ、これがもしかしたら気になる方いるかなと思うんですけれども、まあ、この身長でもやっぱり能力値は優秀ですね。ポジション適性がセンターバックと右サイドバックと DMF にあります。プレイスタイルがビルドアップということで、僕的にはね、まあ、どこで使ってあげても強いかなと思うんですけれども、やっぱりこう、身長的に DMF か右サイドバックで使ってあげるといいんじゃないかなと思います。僕的には イーロックはおす,すめですかねで能力値を見ていくとこんな感じですということで意外とパス数値が高いですねグランダーパスが77フライパス76まで上がりますとでヘディングは86まで行ってえこのディフェンス数値ですね普通に強いですよねまずボールダッシュは92までいくんですけれどもスカットに入れてプラスにされるとディフェンススは90を超えてきますし守備識も90を超えてきますとアグレッシブネスも88まで上がるんで、まあ、ディフェンス能力だけ見てもかなり強いんじゃないかなと思いますスピードシンーパスはこんな感じですということでまあまあですかね玄関キョとねこれもう少し欲しいなって感じはあるんですけれども、まあ、ギリギリこれぐらいなら いいれるんじゃないかなかと思いますすスピードが75 74瞬発が74ですねそしてジャンプは93までいってフィジカルコンタクトは83まであるということでジャンプがねこんだけ高いんで結構ね世代にも勝ってくれるんじゃないかなと思いますボディコンも75まであるってことでまあ使用感もそこまでめっちゃ重くはないんじゃないかなと思ってますねまあスタミナが78ということでこれは若干もしかしたら、ね、気になる方いるんじゃないかなと思います逆足の頻度はこんな感じになってますね波は小さいになってます逆足の頻度精度は普通普通で波は小さいになってますねそしてスキル見ていくとこちらヘッダーバックスミロブテイダーノブマンマークインターセプトブロック 4日山城アクロバティックやキャプテンシー闘争心ということで、まあ、スキルに関してはめちゃくちゃいいですよね。まあ、もちろん週刊 fp なんでスキル追加できないんですけれども、このまま使ってあげて十分強いんじゃないかなと思いますね。マルキノスはまあやっぱり今回は普通に優秀だなって感じがありますよね。スピロド、瞬発だけ若干ね気になるかなって感じもあるんです。けれども、このディフェンス数値ということで。まあ僕的にはやっぱりセンターバックがこう。右サイドバックとか使ってあげると強いんじゃないかなと思いますね。まあ、ポジション適性も多いんで、無課金とかで無課金の方はかなり使えると思うんで、是非ね。あな方は使ってみてください。はい、ということでマルキノスでした。ついていいよ。 いていきますはいということで第4位はこちらペドリですね4位に選ばせていただきましたなんと今回左ウイング登録で登場したペドリということでこれはねかなり貴重なんじゃないかなと思ってます正直ね能力的にはこれまでのペドリと比べるとめちゃくちゃ強いとはいないんですけれどもまあ十分いい数値してるかなと思いますしまあ今回やっぱり左ウイングにねポジション適性がついてるのは熱いんじゃないかなと思います身長1 7 4センチということでポジション適性こんな感じですね左のウイングとハーフと OMF と CMF とでプレイしたらがチャンスメーカーですね、まあ どこで使ってあげても強いんじゃないかなと思いますそして能力者見ていくとまずしっかりねドリブル数全部90超えていきますとでグランドアパスフライパスは80超えてくるんですけれどもグラップは87までいきますねまあ、決定力はね MAX でも78ということで若干低めになってますそしてスピード瞬発が8085ってことでまあ、ウイングとしては、ね、若干低いかなって感じがあるんですけれどもまあ使用感軽いと思うんでまあ、ギリギリこれぐらいならやれるかなって感じはしてますねそしてえボディコンは89というわけで90超えてくるんでまあ、能力的にも悪くないんじゃないかなと思いますねボディコン90 超えの、まあ、スピードド発ここんな感じでドリブル数値も全部90超えてくるとということで悪くはないと思うんですけど、やっぱりこう過去最強ではないですね。まあでも、無限、美化金の方はね、この左ウィングで使っても強いと思いますし、この真ん中で使ってあげても強いんじゃないかなと思います。そして、逆足の頻度、精度が最高最高、波が小さいということで、やっぱりこのペロリはね、逆足が使えるのがめちゃくちゃいいポイントかなと思ってます。で、スキル見ていくと、こちら、ダブルタルルレット持っていて、シャピュー、軸クラタン、アシュラコントロール、ミドル、ワンパス、ルーパス、ピンポイント、クロス、アートスピンキックということで、スキルめちゃくちゃマジで優秀ですよね。ダブルタルルト もちろん足裏を持っていて、シュートキのスキルで、ミドルを持っていて、パスキのスキルで、ワンパスルバー,ーアウトスピンキック、ピンポイントクロスまで持ってますということで、まあシュートキのスキルね、コンカとかあったら嬉しかったんですけれども、このままでも十分強いんじゃないかなと思います。まあさっきのマルキヌス同様に、ペドリに関してはね、ポジション適性も多いんで、特にね、無課金、微課金の方はめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。能力もね、過去最強ではないんですけれども、十分強いんで、まあ左ウイングでも使えるっていうことで、かなり貴重なんだね。まあこのペドリはね、当たった方使ってみる価値あるんじゃないかなと思います。はい、ということわけで、よいがペドリでした。続いてサイン見いきます はいということで第3位はこちらケビン・デブライネですね3位に選ばせていただきましたまたまたブースターがついて登場ということで前もね ブースターで登場したんですけれども、今回も来ました。見ていきましょう。身長1 8 1ンチの気アしないミリヒということで、プレイスタルが2列目からの飛び出しですね。これめちゃくちゃ嬉しいっすよね。まあ、OMF と CMF どっち使ってあげても強いんじゃないかなと思います。そしてブースターはこちら、シュートプラス3ということで、ボルコン決定力、キック力、フィジカルコンタクトのパラメータが上昇しますね。まあ、このブースターは個人的にいいんじゃないかなと思っております。その踏まえでノロッチ見ていくとこんな感じ。相変わらず心数値がさって、いわゆるね、めっちゃ高いっすよね。ボルコン93まで行って、グランダーバスも92まで行きますと。で、スカットね、 ボールギーブも90を超えてきますし,しフライパスも90を超えてくるということでこ、まあ、この数字だけ見るとマジでめちゃくちゃ強いですよねブースサーの影響でボルコも上がってますしこの決定力もねブースサーの影響で85まで上がってるってことで、まあ、これはめっちゃいいんじゃないかなと思ってますそしてカーブも86までいくんですけれどもスピード瞬発はこんな感じ、まあ、やっぱりこれがね若干遅いかなって感じはあるんですけど、まあ、使用感的にはやっぱりこれドリブル数値がめちゃくちゃ高いんで悪くはないんじゃないかなと思いますね、まあ、ただやっぱりねスピーシュー8は若干欲しいかなって感じがありますよねキック力もねシュートのブーサーの影響で92まで上がってます ということでこれも現環境でめっちゃいいポイントかなと思ってます。フィジカルコンタクトもね、74まであります。結構これ強そうですよね。ただボディコンは75ってことで、使用感はやっぱり若干重いんじゃないかなと思ってます。逆足の日の高い、最高、小さいということで、逆足が使えるのはいいポイントかなと思ってますね。まあ、デブライナー、こうね、能力的には悪くないんですけど、やっぱりこう使用感が若干重くなるかなと思うんで、好みは分かれてくるんじゃないかなと思いますね。好きな方はね、パスもうまくてめちゃくちゃいいと思うんですけれども、使用感がね、軽くペドリとかがね、好きな方は、ちょっと苦手になってくるんじゃないかなと思います。で、スキルはこんな感じ。 アシュラミドルワンパワンシュースルーパワックスピンロブピンポイントクロスアートスピンギック低弾ドロブキャプテンシーというわけでまあスキルめっちゃ優秀ですねアシュラも持っててシュート系のスキルでミドルワンシュー持っていてワンパスルーパ持っていてピンポイントクロスアートスピンギックもそういうことでスキルに関してはねほんとダブルタッチ持ってない以外は言うことないんじゃないかなと思いますめちゃくちゃ優秀かなと思いますし、まあ、能力値も普通に強いと思うんで、まあ、今回ブースターもついているということでこのデブライーはねあなたから使ってみる価値あるんじゃないかなと思いますはいということでデブライーでした続いて2見ていきます はい、ということで、第2位はこちら、ルイス・アルベルトですね、に狙わせていただきました。またまたブースターですよ、ルイス・アルベルトにブースターがついて登場ということで、このルイス・アルベルトね、え今回かなりいいんじゃないかなと思っております。身長が 183cm の気圧が右ということで、今回プレイしたらこちら、ボックス2ボックスなんですよね。ナンバー10ではなくてボックス2ボックス。これまずめっちゃいいっすね。ST と OMF と CMF にポジション適性があります。どこで使ってあげてもね、今回の能力的には強いんじゃないかなと思ってます。そしてブースター見ていくと、はい、こちら、テクニックプラス。 さんということで、ボルコンドリブル、ボールキープ、グランダーパスのパラメータが上昇しますね。このブースターいいですよね。で、能力士こんな感じ、これめっちゃ強くないですか正直ね、まあ、このルイス・アルベートに関しては、デブラインよりも似たポジション適正で強いんじゃないかなと思ってますね。ボルコン97まで行って、ボールキープ92、グランダーパス96、フライパス91ですからね、ドリブルもね、使っ入れてあげれば90乗っかってきますし、やこれはかなりこれ強そうですよね。決定力が若干低いんですけれども、まあ、OMF とか CMF で起用するならあんまり気にならないんじゃないかなと思ってますね。 やっぱりねスピッシュが若干遅いんですけどまあ、CMF とかなら僕はルイス・アルベルトの方がデブラインよりもいいんじゃないかなって感じがしてますねこのスピッシュに関してはデブラインの方が上ですとでボディコンに関しては81なんですよねこれがね、まあ、デブライーは確か75かな6も変わってくるんでやっぱり塩化の軽さ的にはねルイス・アルベルトの方がいいんじゃないかなと思ってますまあ好み分かれてくるかなと思うんですけど 僕的にはルイス・アルベルトの方が上なんじゃないかなと思ってますね。逆足の頻度は高い、精度は高い、波が小さいっていうことで逆足が使えるのもいいポイントですね。で、スキル見ていくとこちらで、ルイス・アルベルトはこのダブルタを持ってるんですよね。これもめっちゃ大きいと思います。ダブルダルーレット持っていて、アシュラを持っていて、ミドルシュート、ワンパス、ルバパス、バックスピンのバー,アートスピンキックってことで、まあスキルに関してもデブラインと結構似てますよね。ただ、このルイス・アルベルトに関してはダブルタッチ持ってますということで、これがめっちゃいいポイントかなと思いますね。まあかなりルイス・アルベルトとデブライには被ってる感じがあるんですけど、まあ僕的にはね、ルイス・ アルベルトの方は今回当たりなんじゃないかなと思ってますブースターテクニックってことでまあそれはかなり大きいんじゃないかなと思いますねぜひやった方は使ってみてくださいはいということでルイスアルベルトでした続いてラスト1位見ていきますはいということで第1位はこちらブライムディアスですね1位に選ばせていただきました今回この選手がマジでえぐいということで正直ね圧倒的1位なんじゃないかなと思ってますマジでぶっ壊れてますねブースターがついて登場ということで身長1 7 1センチのお客さに左行きということでまず身長がいいですよねそしてポジション的でこんな感じ両腕 このブラインディアスもねどこで使ってあげても強いんじゃないかなと思ってますそしてブースター見ていくとこちらなんとボールキャリーついに週間についちゃいましたよこれ多分初めてですよね初めての週間にボールキャリーということでドリブルとボールキープとスピードとボディコンのパラメーターが上昇しますで能力値見ていくとこんな感じまずねえボールコントロールとボールキープが90を超えてきますただねオフェンスに関してもスカット使タて,てあげると80超えてきますしドリブルに関しても90までいきますということでこの数値めっちゃいいですねでグランダーパスも87までって フライパススとこれ決定力もこれれももなんでスカッててた,たら80乗っかっかきますねそして、下行って、スピード瞬発、スピード85、瞬発86ということで、ここもいいですし、キック力もしっかりね、81まで行くんですけど、フィジカルコンタクトがね、79もあるんですよね、これめっちゃ高くないフィジコンも80超えてくるとなると、これめちゃくちゃ強いですよね。で、ボディコンも90超えてきて、しかもね、逆足の頻度、精度が最高、最高ってことで、いや、これマジ最高っすよね。ボディコン95五上、フィジコンも80超えてきて、このスピシュンで、 でこの足元数値とパス数値、これ、マジでめっちゃ強いと思いますね、しかもスキル見てても、ダブタルーレット持っていて、足の持っていて、コンカミドルシュート、ワンパスルーパス、マリーシアということで、スキルめっちゃいいですね、よ、ま、く、あ、言えばアードスピンキックとかあってもよかったかなって感じがあるんですけど、逆足も使えますし、まあ、ダブタルーレット持っていて、足の持っていて、シュート系のスキルでコンカミドル持っていて、ワンパスルーパス持っているってことで、本当に言うことないと思います、これマジでボールキャリーで、めちゃくちゃ強いですね、今回の週刊 f p で、まあ、圧倒的1位はこのブライム・ディアスなんじゃないかなと思ってますね。 洗った方はもうマジでめちゃくちゃめでたいもう超大吉かなと思いますしまあこのブライムディアス狙いていくのもありなんじゃないかなと思いますはいというか第一位がブライムディアスでしたてことで今回は週刊 FP 当たり選手ランキングベスト5やっていったんですけれどもいかがだったでしょうかまあ、今回5人に関してはまあ、結構当たりかなという風うに思ってるんでまあ、やっぱり引く価値あるんじゃないかなと思いますね今回このリーグ戦の週刊 FP も悪くはないんですけどまあ、どっちがいいかって言ったら僕的にはこのねヨーロピアンクラブチャンピオンシップ CL の週刊 FP なんじゃないかなと思いますねまあ、次の動画でねこのリーグ のの方も開しててていいいこううと思うのでよかったら見ていってくださいはい、ということで、こんな感じで、イフットボールドが真似そこしてますので、ぜひよろしければコメント、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。